金ですね今回はね吉谷さん料金とくれば金ですよあのビジネスをする目的って結局お金ありきだと思うんですよ金を稼ぐために金を使うそのサイクルがビジネスだと思うんですよねでもちろん経費が究極かからない時代になってきましたんで昔みたいに何百万何千万は必要ないんですよでもさすがに何千円何万円は払っていきましょうってう感じですよね えー、だってやっぱりパソコンも買わないといけないし電気代も払うしカメラもいるしとかマイクもいるしって感じですよねでもそれって一回買ったら数年使えるんで随分低料金な投資だと思うんですよねであとはね徹底的に何も買わないってことですよその暗号通貨買うとかね買った私が言うのもおかしいですけども、うん、やっぱり余剰資金で買うもんですねああいったものはでもビジネスってそもそもお金がかかんない時代になったんで ビプラスになるだけなんですよ。そのプラスがちっちゃければちっちゃい利益だし大きければ大きい利益ただそれだけ儲かるかいっぱい儲かるかの違いなんですよでも投資って乗るかそるかになっちゃうでしょだからあんまりおすすめしないですねどうせ投資するんだったら自分に投資するって昔から言いますけどその通りなんですよ1年3年5年経って自分に投資した YouTube やトークのスキルが上がってればそれでいいわけなんですよ 他の人はそこまでしないんで。で、トークのスキルの差が金になるかならないかってことですから、面白い話ができれば金になるし、話が説得力なければ人が離れていくしっていうふうに、正直に答えが出るんですよね。で、投資っていうのは正直に答えが出ません。大きく運が関わるからです。ビジネスは運もあるけども、その割合って非常に低いですね。だから金を掴みたいなら、 やることとととなななすすこここ金のためにやることじゃないかなと思うんですよこれは金の亡者っていうのね変な言葉がありますけどもあんな言葉はまともに口にちゃダメですよお金がない人がまさに金の亡者って漢字で書きませんかお金がなくなった人が金の亡者ですからねお金がある人は金の亡者じゃなくてそのお金でそのお金を使ってあげて周りの人を豊かにしてるわけなんですよ、ね、召使いを10人雇うなんて金持ち召使いの雇用先があるわけですからね シェフのすかそれこそね夜中の牛丼屋で働くようなシェフなんてのは一人でも減るわけですよ。金のために金を使う、うん、それがビジネスだ。でいいんじゃないですか言ってらっしゃい。